中国のスパイバルーンの2日目ですね。中国のスパイバルーンに学ぶ冷戦の教訓、危険な誤解を避けるために双方はもっと話し合うべき2日目です。このような事件がさらに起こる確率は高い。中国は例えば2016年に両国の軍艦や戦闘機が近接して活動する南シナ海で行ったように、アメリカの海洋調査用ドローンを押収するなどの報復を行う可能性がある。8月のナンシー・ペロシ下院議長当時の台湾訪問を受けた中国の対米怒りは、中国が領有権を主張する台湾周辺での中国軍によるこれまで以上に危険な妨害行為につながっている、小さな衝突が大きな紛争の火種になる危険性はほとんど絶え間なく続いている、そのため冷静な判断が重要である。20世紀はいくつかの教訓を与えてくれる。1972年、米ソは危険な軍事衝突を回避することで合意に達した。1955年、アイゼンハワー大統領は、ソ連の偵察機がアメリカの上空を飛ぶことを認め、逆にソ連の偵察機がアメリカの上空を飛ぶことを認め、お互いの意図をより確実に把握できるようにしようと提案した。しかし、ロシア側はこの提案に難色を示した。ソ連が崩壊した後、初めてこの案が採用された。2002年に発行したオープンスカイには、ロシアやアメリカを含む34カ国が参加した。飛行経路を通知すれば、空からお互いを監視できるようになった。ただし、ロシアとアメリカは最近この協定から離脱した。ということで、これは2日目ですね。2016年に対して、アメリカの海洋調査ドローンが押収されたんですよね。それから軍艦とかその戦闘機が近接してあのいる状況があるん で、ペロシのナシ・ペロシが8月に台湾訪問した時も、中国が台湾にですね、飛行機をたくさん飛ばしてきて、危ない状況にあったことは事実だし、で1972年に軍事衝突を回避する合意をした時にですね、両国、ソ連とアメリカがそれぞれの国の上空飛ぶ時に、以前に連絡すれば許可を監視できるようにするというのを、2002年にソ連が崩壊する前はそれは採用されなかったんですが、2002年にそういったオープンスカイの条約が締結されたと。現在はロシアもアメリカも協定から離脱しているということですね。